川口農葛、川口農葛、川口義勝、1975年8月15日体は、静岡県富士市出身のプロサッカー選手。ポジションは、ゴールキーパー、GK。日本代表として、FIFA コンフェデレーションズカップ2001ベスト11、AFC アジアカップ2004ベスト11などの受賞歴を持つ。 国際 A マッチ出場数は日本代表歴代3位、同ゴールキーパー歴代1位の116試合を記録。4大会連続で FIFA フフワールドカップメンバーに選出されている1998年 W 杯、フランス大会、2002年 W 杯日韓大会、2006年 W 杯ドイツ大会、2010年 W 杯南アフリカ大会。オシムジャパン。 岡田ジャパンでは首相を務めた。漫画、キャプテン翼の影響や兄の勧めから9歳で、サッカーを始め、小学生時代は、富士市内のスポーツ少年団でプレーした。当初はポジションを転々としたが、小学校4年生から本格的に GK に、専念する。1988年に、東海大学第一中学校に入学。在学中に3年連続で、 全国中学校サッカー大会出場を経験し、2年次、3年次の2度、大会優秀選手に選出された。1991年に、清水市立商業高等学校、現静岡市立、清水桜が丘高等学校に入学。1年生時からレギュラーとして、試合に出場した第70回全国高等学校サッカー選手権、大会に、 餅月重義や平野隆たらと共に出場し、前園正清を要する鹿児島実業に1-2で敗れ3回戦で敗退した。2年生事は出場はならなかったが、翌年の第72回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。田中誠と小川まさみ、佐藤幸彦、安永佐藤太郎、鈴木悟らごの J リーガーを多く要するチームを、 キャプテンとして率いた。予選から準々決勝まで11試合連続、無失点を記録すると、準決勝で、上昇時を要する鹿児島実業高校と、再び対戦。試合は2から2で PK 戦にも連れ込むが、鹿児島実業4人目の藤崎義孝を川口が、セーブして5から4で制した。決勝戦では、前年度王者の長崎県立国見高等学校と、対戦し、 二から一で勝利。五年ぶり三回目の選手権優勝を果たした。1994年、横浜マリノスに加入。当時、マリノスには、日本代表 GK、松永成立が在籍していたが、二年目の1995年シーズンに、監督のホルヘ・ソラリが、若手の川口を聖 GK に抜擢。これにより、4月26日第1節、柏レイソル戦で、 J リーグ初出場を果たした。初出場で浮き足立ったプレーもあったがゴールを守り、無失点で勝利した。この後もポジションを確保し、この年のニコスシリーズは全試合出場。7月19日に優勝がかかったサントリーシリーズ第25節、清水エスパルス戦で、1から2でリードされた後半ロスタイム、コーナーキックのチャンスでゴール前に上がり、 ヘディングシュートをする者の,のゴールポストに当たり得点にはならなかった。この試合には敗れた者の,のチームはファーストステージ優勝を経験し、1995年度のチャンピオンシップでベルディ川崎を下し年間優勝。自身も初タイトルとなる J リーグ新人王を獲得した。2001年10月21日、イングランドのフットボールリーグチャンピオンシップ2部に 所属するポーツマス FC へ移籍し、日本人 GK として初の欧州移籍を果たした。移籍金180万ポンド、当時のレートで3億円はポーツマス史上最高額、当時であった。これにより10月20日のセカンドステージ第10節セレッソ大阪戦がマリノスでのラストゲームになった。新天地でのデビューは11月3日のリーグ戦。 第8節シェフィールド W 戦でチームは3から2で勝利した。また2002年1月4日に行われたレートンオーリエント FC 戦で日本人選手として初めて FA カップ出場した。2001から02シーズンはリーグ戦11試合に出場したがレギュラー確保には至らなかった。2002年にはウエストハムユナイテッド FC から トリニダード・トバゴ代表のシャカヒスロップが加入しこともあってシーズンの大半をリザーブリーグで過ごす。イングランドでの2年目は1試合の出場にとどまり、プレミアリーグ一部に昇格した2003から04シーズンは出場機会を完全に失った。結局2002から03シーズンに途中出場した2003年5月4日第44節。 ブラッドフォードシティ AFC 戦が、ポーツマスでの最後の試合となり、プレミアリーグでは出場できなかった。試合の出場機会を求め、2003年9月4日、デンマークの FC のアシェランに移籍。10月5日、SA3 が第11節戦にて、スーペルリーが公式戦に初出場した。しかし、後に、デンマーク代表にもなおツラネたにポジションを奪われ、 2004年4月12日、第25節美貌 FF 戦以降出場機会はなかった。2005年に、ノアシェランから地元、静岡県のチームであるジュビロ岩田移籍。同年4月10日の J1 第4節、FC 東京戦で、約4年ぶりに J リーグ公式戦に出場した。2006年は、全34試合にフル出場し、 J リーグベスト11のタイトルを獲得した。2008年5月10日の第12節アルビレックス新潟戦、東北電力スタジアムで史上32人目、GK としては史上3人目の J1 通算300試合出場を達成。しかしこの年チームは終始低迷し、残留のかかった最終節の大宮アルディージャ戦も敗れて16位でシーズンを終えた。 12月13日、J2.3 位のベガルタ仙台との J1J2 入れ替え戦、第2戦では、後半24分の平瀬智之のループ気味のヘディングをセーブ、後半ロスタイムでの顔面でのセーブなどの働きを見せ、岩田の J1 残留に貢献した。2009年はバーレーに遠征中の1月24日に、右ふくらはぎを負傷、肉離れと診断され、 J リーグ開幕戦の出場は微妙と報道されていたが、開幕戦に間に合わせた。しかし守備の乱れなどもあり、モンテリオ山形戦、2から6山派、第2節ガンバ大阪戦、1から4番パックの2試合で、経営1失点を起きし、さらに、第6節清水エスパルス戦まで5試合勝利がなく、その後失点は減ったものの波に乗り切れず低空飛行が続いた。9月19日、 第26節京都3が開始以前で FW かなりイサムと接触した際に右肩骨骨幹部骨折で負傷。右肩骨骨幹部骨折により全治6ヶ月と診断され離脱。残りのシーズンを棒に振ることとなった。2010年序盤はリハビリのためベンチ入りすらなかったが自身も代表に選出された南アフリカ W 敗後の8月7日。 第17節山形戦0から1で約1年ぶりに公式戦に復帰した。この年はリーグ戦17試合に出場。リーグ戦こそ前年同様序盤ので遅れもあって2年連続で11位に止まったものの第32節では敵地で鹿島アントラーズ相手に後セーブを連発して8年ぶりの勝利を受けた。ナビスコカップでは決勝トーナメント4試合に出場し、 9年ぶりの決勝進出。決勝のサンフレッチ広島戦では、牧野智明の PK を止めるなど、好プレーを披露し、12年ぶりの優勝を達成した。なお、この優勝が岩田にとっては7年ぶりのタイトルだった。2011年8月3日に行われた、駿河銀行チャンピオンシップでは、2から2で迎えた、PK 戦で2人目と3人目を止めて、優勝に導いた。 また5年ぶりに全34試合にフル出場し、順位も4年ぶりに一桁8位を記録した。2012年3月10日のコンサドーレ札幌との開幕戦で史上3人目の J1 通算100完封を達成した。続く3月17日のサガンとス戦では史上8人目の J1 通算400試合出場を達成した。しかし、 3月22日の練習中に、右アキレス腱を断裂。全治6ヶ月と診断され、長期離脱となってしまった。その後、12月15日の天皇杯4回戦、鹿島戦にて、約9ヶ月ぶりに公式戦に復帰するも、チームは逆転負けを喫した。2013年シーズンは、チームの成績低迷の影響もあり、徐々に出場機会を失い、8月10日、 第20節サンフレッチェ広島戦、1から2、イースタ以降は、スターティングメンバーから外れるようになる。8月31日、第24節バンフォーレ甲府戦、1から1ヤマハでは5試合ぶりに復帰するが、その後のリーグ戦での出場はなく、以降は、腰痛の影響もあり登録メンバーから外れることも、あった。最終節となる12月7日の大分トリニータ戦、3から1ヤマハで、 久々の出場を果たし、旧試合ぶりの勝利に貢献するが、翌年の J に降格が決定しているチームからの契約期間満了の通達により、この試合をもってジュビロ岩田での最終ゲームとなり、9年間在籍したチームを去ることになった。2014年1月17日、J に所属する FC 岐阜衛籍、同年リーグ戦37試合に出場した。 2015年1月15日、FC ニフが15年シーズンの契約を更新したことを発表。同年より、背番号が22から1に変更される。2015年シーズンは、プロイリアと初の膝の故障に悩まされ、第7節の東京ベルディ戦を最後に、長期離脱。同年11月14日、鎌玉アレサヌキ戦で7ヶ月ぶりに、ベンチ入り。 リーグ最終節のアビスパ福岡戦で約7ヶ月半ぶりにスタメン出場を果たした。同年11月27日、FC 岐阜は契約満了により川口の契約更新を行わないことを発表し、対談することとなった。2016年に J3 所属の SC 相模原に完全移籍した。3月の開幕直前に左足首を負傷したが、 同年5月8日の第8節、ブラウブリッツ秋田戦に出場して、J3 初出場。2017年11月19日、第32節の FC 東京 U-23 戦で、通算500試合に出場した。2018年11月に、シーズン終了とともに、現役引退することをクラブが発表した。引退の理由は、日本サッカーに、 自分が選手としてではなくて、違った形で貢献したいという思いが強くなって、それで引退する覚悟を決めましたと引退会見で話している。12月2日、現役最後の試合となった J3 最終節の鹿児島ユナイテッド FC 戦では、キャプテンマークを巻いて、スタメンで出場、無失点でチームの勝利に貢献した。試合後に行われた引退セレモニーでは、ライバルだった。 奈良崎聖豪が花束を持ってサプライズで登場した。1994年2月2日、マレーシア国際トーナメント U-23 マレーシア代表戦に初出場を果たす。以降 U-23 サッカー日本代表としてアトランタオリンピック予選に政治系として出場し、メキシコオリンピック以来となる28年ぶりのオリンピック出場に貢献する。 その後、オリンピックのサッカー競技、日本代表選手のメンバーに選出される。1996年7月22日、アトランタオリンピック一次リーグ第一戦、ロナウドやリバウドといった早々たる面々を揃えた、ブラジル代表と対戦。防戦一方の展開の中、素早い飛び出しと固い守備で、相手の攻撃をしのぎ、28本にも及ぶシュートを無失点に抑え込む。 ブラジル相手に1-0の完封勝利を収めた大波乱の立役者として大きく称賛されたマイアミの奇跡も参照。ブラジルの代表監督マリオザガロは日本の GK は素晴らしかったと語っている。チームはグループリーグを2勝1敗で終えるも3位となり決勝トーナメント進出を逃げ、1996年8月25日のウルグアイ戦に 当時監督のカモアマネによりフル代表へ初、招集される。1997年2月13日、キングスカップスウェーデン戦において、国際 A マッチ初出場を果たし、以降はコンスタントに出場機会を増やしていく。フランス W 杯、アジア最終予選の全試合に唯一出場し、特に苦戦を強いられたアウェー戦での活躍が光り、9月19日の、 アブダビでの UAE 戦では劣勢の状況の中、相手を無失点に封じ込め勝ち点に位置をもたらした。日本のサッカーの歴史に深く刻まれる、ジョホールバルの歓喜でもに失点はしたが、安定した守備を披露し歴史的な場面に立ち会った。1998FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、初戦のアルゼンチン戦では、相手の23本のシュートを1失点のみで抑え、 敗れたものの前線した。その後のクロアチア戦、0から1、ジャマイカ戦、1から2でも奮闘するが敗れ、グループリーグ敗退となった。フランスワールドカップ後に監督に就任したフィリップ・トルシエの下では、奈良崎聖合の台頭もあり、徐々に出場機会が減り、2000年シドニーオリンピックの代表からも外れた。しかし、出番が回ってきた AFC アジアカップでは、 グループリーグの1試合を除く全試合に出場。決勝のサウジアラビア戦では完封勝利し、優勝に貢献した。FIFA コンフェデレーションズカップ2001には、正 GK として出場。グループリーグでは、カナダ戦とカメルーン戦の2試合に出場し、いずれも完封勝利を収める。カメルーン代表監督のルシャントルは、試合後、GK の並外れた実力を前に、 我々はチャンスを阻まれてしまったと語った。準決勝のオーストラリア戦では、豪雨に見舞われる難しい環境下での一戦となったが、大会を通じての4試合連続完封を成し遂げる。フランスとの決勝戦では、パトリック・ビエラに決勝点となる1点を許し、敗戦を喫した。日本代表は、準優勝を収め、自身は、同大会のベストイレブンに選出された。その後は、 海外移籍による出場機会の激減で試合間などを不満の残る状況が続きコンディションが整わない日々が続いた。地元開催の 2002FIFA ワールドカップでは代表に選ばれたものの出場機会はなかった。日韓 W 杯後にジーコが監督に就任してからも控えの立場が続き FIFA フフコンフェデレーションズカップ2003のメンバーに 選出されるが、出場機会はなかったが、AFC アジアカップ2004では、全6試合に出場。決勝トーナメント準々決勝のヨルダン戦、1から1のままも連れ込んだ、PK 戦ではいずれも入れられたら、敗退が決まる状況で2本のシュートを阻する。結果的にヨルダンは3人成功後4人連続で、失敗し、日本の逆転勝利となった。 ホスト国中国との決勝戦でも大会で披露した好調ぶりを発揮し、チームは2大会連続3度目優勝を果たす。自身もアジアカップ2004ベストイレブンのタイトルを獲得。同大会ではシュート阻止率94.0%を記録したサッカー解析システムアプタ・オプタよりフ、FIFA フコンフェデレーションズカップ2 0 0 5は国内組として出場。 初戦となる、メキシコ戦は1の根で敗れるが、続く、ギリシャ戦は無失点に抑えて1から0で勝利する。第三戦のブラジル戦では2点を先取される展開となったが、その後は、得点を許さず、後半には不安が放った、至近距離のシュートを顔面で阻止する気迫のセーブを見せる。その影響で一時的に、脳震盪を患うが、その後もプレーを続け、 日本は2点ビハインドから2点を取り返し引き分けに持ち込んだがグループリーグ1勝1敗1分の3位で親決勝トーナメント進出を逃げた。2006年自身3度目となるワールドカップのメンバーに選ばれ全3試合に出場。初戦のオーストラリア戦は相手の再三の攻撃をしのぐもスローインへの飛び出しから同点にされ終盤に3失点を喫して1から3で敗れた。 第2戦のクロアチア戦では、キックに定評があるダリオス・ルナの PK を止め勝ち点1を呼び込んだ0から0。このプレーによってワールドカップで PK を止めた史上20人目の GK として名を残した。また、ドイツ紙は川口に対し何度も止めた英雄と絶賛した。第3戦のブラジル戦では、次々に放たれる21本のシュートを浴び4、失点を喫するも、 古軍奮闘の守りを見せたが、1から4で敗戦。しかし A メディアは、ブラジルの猛攻を再三攻勢部でしのいだ川口を絶賛。ブラジルメディアも、攻勢部を連発した川口を高く評価した。チームは、グループリーグ2敗1分けで、決勝トーナメント進出を逃したが、自身は FIFA が選定した、グループリーグ敗退国ベストイレンの、控え GK に選ばれた。また、 ブラジル戦で前半ジュニーニョペルナンブカーノのミドルシュートを止めたセーブが2006フィーファワールドカップスーパーセーブベスト10ランキングの6位選ばれた。ドイツワールドカップ後にイビチャオシムが監督に就任して以降はキャプテンに指名されるとともに背番号1を与えられた2007年3月24日のキリンチャレンジカップペルー戦で 国際 A マッチ10試合出場を達成。自身3度目となるアジアカップには政治 EK として全試合出場した。決勝トーナメント準々決勝のオーストラリア戦では1から1で延長戦も終了し引き続き行われた PK 戦では1番手のリーキューウェル、2番手のルーカス・ニールを連続で阻止する活躍を見せ4から3で勝利した。しかし、 準決勝のサウジアラビア戦では2-3で敗戦。3位決定戦の韓国戦では、またしても PK 戦にもつれたが5から6で敗戦し、3連覇はならなかった。2008年3月26日に行われた 2010FIFA ワールドカップアジア3次予選のアウェーバールエン戦で相手のセンタリングのボールをさばききれず、失点し、この試合を最後に約4年守っていた。 政治系のポジションを剥奪されたが、11月13日のシリア戦では、奈良崎の負傷により国際 A マッチ11試合ぶりとなる出場を果たした3から1で勝利。その後の 2010FIFA ワールドカップアジア最終予選のカタール戦では完封勝利を果たす3から0。2009年1月20日の AFC アジアカップ2011最終予選のイエメンには欠場したが、 1>, 1月28日のバーレーン戦では出場濃厚だったものの練習中に右ふくらはぎを負傷、欠場となった。3月19日にはコンディション部長と所属する岩田の不審により、3月28日の 2010FIFA ワールドカップアジア最終予選のバーレーン戦での招集が見送られた。怪我以外で代表メンバーから外れたのは4年4ヶ月ぶりだった。 さらに9月19日の第26節京都戦で相手選手と接触し、右肩骨骨幹部骨折で全治6ヶ月の大怪我を負った。2010年5月10日の南アフリカワールドカップに向けた最終メンバー発表まで J リーグの公式戦に出場していなかったが、代表監督の岡田武史からチームキャプテンとしての役割を求められ 2010FIFA。 ワールドカップの代表メンバーに選出された。本大会で出場機会はなかったがまとめ役としてチームに貢献、岡田から賞賛を受けた。優れたキャプテンシーを持ち逆境に立たされた際に存在感を発揮するプレイヤー。しばしば炎の守護神、魂の守護神と表現される。ゴールキーパーとしては小柄な体格であるが、ゴール前での飛び出しと、 俊敏な反応を武器としている。大舞台に強いメンタルの強さも長所と言われており、実際に重要な国際試合では何度も神がかり的な活躍を見せてきた。特にペナルティーキックでの勝負強さには定評があり、川口が PK を行う時の周りの雰囲気、キッカーの動きを予測する、ここ一番の集中力は奇跡と称される。中村俊介は、 脳活さんとの PK 戦は、どこに蹴っても届きそうな気がするし、読まれている気がする。蹴る前から、あ、ここだと反応されそうというがが、頭によぎってしまう。その時点で、こっちはゾーンに入れない。もし決まったとしても、それは、たまたまに過ぎなくて、勝負は負けているんです。脳活さんはキーパーなのにゲームを勝たせる力がある。これって絶対に抜きんでた力がないとできない。 0から2、0から3で負けてもおかしくないゲームを1から0で勝ったとしたら、絶対にキーパーの力。ノーカツさんにはそういう試合がありすぎると述べている。重心を低く保ち、コンパクトな前傾姿勢が特徴的である。ロングキックを得意とする。マリノス時代から得意としていたが、ノアシェランでさらに磨きをかけた。カウンターでも狙う相手によっては球種を変えており、 スピードを持つ選手には、速いボール、高さ、強さのある選手には受けやすいボールを蹴り分けている。レフネームイコールデイリー2005年2月19日。レフ。421-51019-491-430 0 0コールスパンイコール200430430コールスパンイコール20043000コールスパンイコール2 コールスパンイコール二0 52, 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 8 0 0 0 0 9 0 5 4 6 0 5 2 0零2 0 5 9 9 0その他の公式戦通算コールスパンイコール二 u e f a 通算コールスパンイコール二 a f c その他の国際公式戦199721例通算サッカーその他楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。